原発やめろ、デマ側原発再稼働反対。先日私は戦慄を覚えるニュースを目にして、もう冷静ではいられないという思いでした。あの第二原発の中に原子炉のその中心部までロボットが入っていって、なんと史上最大の650シーベルトを観測したという。しかも1000シーベルトまではきちんとそれ耐えられることができるというロボットだったのに、カメラはわずか2時間で使用不能にまでなってしまったということでした。これの一体どこが、汚染水は完全にブロックされてアンダーコントロールだと言うんでしょうか。どうだ、今日は8時からはまた別の抗議行動が行われます。私もここで声を上げて8時からも参加をする予定です。安倍首相の下でまさにポスト真実内閣、嘘に塗り固められた政治が毎日のように更新されて、私は恐れおののくと同時に、こんな憲法違反の嘘ばっかりの政治、一日も続けさせるわけにいかないと決意を新たにしています。福島県浪江町から東京の北区に避難している門馬翔子と申します。カビしてたよ。ありがとうございます。今あの福島県から自主避難されている方が約3万人います。そして来月3月末でですね、現在の住まいから追い出されて路頭に迷うことになります。放射能は町や村の境界を越えるのに線引きされたために、彼女らは自主避難者となってしまったんです。子供の被爆を避けたいっていうのは親の当然の願いです。彼女らに対して国が取った支援っていうのは、最初に6年前ですね、最初に大人1人8万円、子供と妊婦が40万円、これが1回きりで、あと6年近くは家賃無料だけの支援なんです。誤解されてあの子供らがいじめられてますけどね。それを今回、今の住まいから出て行け、痛いならば家賃を払えと、しかも厳しい入居条件付きなんです。18歳以上の子供は親と一緒には住めないとか、2世帯にしろとか、それからあの収入の、限度があるんですよね。まあとにかく一言で言ってひどすぎるってことしか言えないですよね。だいたいなんていうか、ひどかったっていうね、反省もなければ、その総括もないし、ね、もうなんていうか、なし崩し的にこう引き続きなんかやろうとしてる。ましてなんか世耕大臣が輸出みたいなこともね、だとどこまで本当か知らないけど言ってるけど もうとんでもない話ですよ、絶対許せない、ね、だいたい原発というのは、まあいろんなひどいことあるけども、もし事故が起きればね、時間的空間的に再現がない事故になるわけですよ。まあよく化学工場なんかの火災があるけどもね、それもひどい事故にはなるけども、なんていうか、時間的にも空間的にも収束できるわけですよね。原発ってのはそれができないです。そこが最大の違うところですよ。